はどこを指しているの？星がささやく。加賀亮の今生きる。今日は藤枝貞治さんをお招きしました。こんにちは。こんにちは。藤枝さんは、Facebook で活動中のビットコイン女子会のファインダー。はい。つまり創始者で、いろいろとそういうビットコインに関する、情報を、流してらっしゃるということなので、はい、お招きしました。ありがとうございます。ではあの藤枝さん、ちょっと自己紹介をお願いいたします。はい、はい、皆さんはじめまして。でもご存知の方もいたらですね、嬉しいんですけれども、まあ私の方は藤枝貞治と申しますが、今ハンニバルクベラという名前でいろいろ動画の配信だったりチャットアプリのなんて言うんでしょうか、まあ、YouTuber みたいなこともやらせていただいています。で、もともとは皆さんと、まあ、多くの方と同じように、普通に暮らしていたかったんですけれども、もうやることなすこと裏目に出るみたいな時期がありますよね。で、私は結構それもろくにかかって、で、まあ、投資という枠の中で自分のフィールドを見つけることができた。で、まあ、11歳ぐらいから、まあ、福利とかそういう大人しか知らないような、当時はですよ、そういう言葉を使いながらお金の勉強をしてたもので、まあ、結構、まあ、お金を増やして残すっていうところまでのテクニックをつけることができて、本まで出すことができた。で、今現在はっていうと、もう一回なんか誰かのために何かしたくてっていうことでお店をやったりしたんですけれども、まあやっぱりその自分ができないことをいくらですね、やろうとしても再現性がそこにはないわけですから、うまくいかず、またうまくいかなかったんですけれども、やっぱり投資だなと。まあ自分にはお金をどういうふうに増やすか、で誰がお金のことをよく知ってるかなって思って、今一番早いニュースって何かなっていう探してる中で、まあ皆さんに情報としてお伝えできるものを紹介していきたいというような状態で、で今日本当お招きいただいてありがとうございますっていう、ね、それがビットコイン。そうですね、今はあのビットコインで、ビットコイン女子会をファウンダーなんですけれども、創設させた理由と名前っていうの、あ、後であるのか。まあいいですよ、ね。いいですか。うん、まずビットコインってもうちょっとおしゃれな方はですね、古いんじゃない？ね。思いますね。ね、はい、今もうまだビットコインなの、うん、みたいな方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、ビットコイン女子会のネーミングの意図としては、ビットコインってなくならないんですよ。まあ基軸通貨みたいな。そうなんです、はい、まあ、いわゆる日本では仮想通貨って言われてますけれども、うんうん、クリプトカレンシーって言われたりオルトコインって言われたり、まあインターネット上でやり取りできる決済手段として確立してるいろんな技術ね、あのブロックチェーンっていうのがビットコインには使われてるんですけど、それよりも新しい技術も出た、はい、もっと流用性の高いユーザビリティの高いコインも出た、うん、もっと信用性の高い、うん、まあ、クーポンみたいなものもある、はい、だけどまだビットコインに比べて皆さんのパソコンに入ってる数が少ないんです、うんうん、使ってる数が少ない、うん、ということはそこに市場性っていうものがないんですよね、うんうんうん、それを欲しいっていう人、うん、それを使いこなせる人が少ない、うんうん、だからこれからもどんどん出てきます、うん、新たなね、うん、コインがね。だけど私はビットコインはなくならない。で、一番最初にそういうキラキラしたものを探す、うん、キャッチする、作るってすごい大変だと思うんですけど、まあ作るって言ったらドットフォト、女で言ったら女性がやっぱ人間の場合は作ってくれる多くの部分を担ってくれるっていうことと、まあファーストペンギンじゃないですけれども、最初に海に飛び込んでくれたのがビットコインっていうアイテムっていう意味を込めて、まあ女性に頑張ってほしいし、ビットコインに対するその期待感とか、まあ新しい新通貨時代って私語ってるんですけれども、
新しくこの世の中がどういう展開をしていくかっていうのをシェアする集まりとしてビットコイン女子会を創設させてもらいました。例えばそのいろいろコインがあるじゃないですか。はい、いろいろありますね。エーダコインとか、はい、ああいうものも結局ダイレクトに例えば日本の円とかドルに変えられないわけですよね。そうですね。そうするとビットコインにエーダコインを変えてそこからドルとか円とかには変えられるわけですよね。そうですね。まあドルとか円とかで出すっていうのもまたそれは、うん、その国規制だったり、はいはい、取引所みたいな経由する形になるんですけども、はいはいはい、エーダコインを引き出すっていうのはその取引所っていうところによっては円でも出ます。ああ、でも今はない、はい、だから大まかにだいたいどこでもなんとかそこの国のお金に変えられるのがビットコインとかイーサリアムとかそういうなんかこう基軸通貨っていうかそういうものだと思ってたんですけども。そうですね、うん、ただどこでもじゃないんですよ、うんうん、ただビットコインで面白いのは、うん、デビットカードありますよね、はいはい、お持ちの方もいらっしゃると思うんですけど注入するわけです。そうするとキャッシュにする必要がないっていうことが分かるんですね、はい、つまり、はい、決済ができればそのお金いらないですよね。そうなんですよ、うん、そこで物々交換じゃないけれども、はい、私が持ってるコインっていう形はないんだけど形ないんだけど私はその価値を持ってるからあなたの商品と交換してくださいっていうのがカードで決済できる。そうです、ね、だから引き出すってことを考えるとちょっとまだね抵抗ある方とかもいらっしゃると思うんですけれども、はい、そのデビットカードを使ってカード決済生活ができちゃうっていう意味でもビットコインで今香川さんさすがご存知なんですけどもイーサリアムだとかエーダコインだとか将来性があるものとか、うん、より早く決済ができるお金の送金ができるものっていうのは出てきてますけれども、うん、やっぱりデビットカードを使ってる、まあ、ビザさんが多いんですけど、うん、ビザカードなんかはイーサリアムで決済するデビットコイン出してないわけですね。ああなるほど ねでさらにリップルなんかは銀行間だからより信用性高いんじゃないのっていうけれども、うんうんうん、でもリップルでもデビットカードは出てないですね。おじゃあビットコインだけなんですか今のところは。はい、まあ世界中見たらわからないですけども、うんうん、理由はまだそんなにみんな持ってないっていうこととやっぱりその特定の会社に偏ってるってをまあね、何があるかわからないです、まあ、そうそうだけどビットコインの核戦的な技術でブロックチェーンっていうのがあるんですけど、うんうん、やっぱ誰のものでもない胴元もいないし、うんまあ、取り締まってる人も、いるようでいないんで、はいはいはい、だから、まあ、ビットコインだったら、まあ、自由に使えるっていうか。そうですよね、うんまあ、要はいろいろ共通のお金があるわけですけどもその中でやっぱり使えないと話にならないですけどね。いくら価値があるとね。使えないと意味ないですもんね。まあ具体的には日本で使えなきゃダメ、うんうん、アメリカで使えなきゃダメ、韓国で使えなきゃダメですよ、ね、そうですね、はい、だからそれの流動性があるものが一番いいわけですよね。そうですよね、うん、そうするとやっぱり持ってる人も、うん、その価値っていうものと価格の感覚っていうのが、はいはい、よりこう実感が近くなる、はいはい、そうですよね。持っててワクワクするものじゃないですよね、うん、むしろドキドキしますよね相場って言ったらこう、うん、結構そうですよ、ね、安定まだしてないんで、はいはい、ただみんなが持ってくるとまあ発行数は限られてるんですよ、うん、マイニングっていう言葉で表現するんですけど、うんうんうん、無尽蔵にポポポポ出されるものじゃないんで、うんはいはい、ある程度市場ができて皆様の使い方っていうのも見えてきた時に価格が安定してくる、うんうん、っていうことはまあ基軸通貨っていう言葉をおっしゃってくれてますけれども、うんうんうん、本当に対価としての基軸に、うんうんうんふさわしい存在にビットコインはなりうるんじゃないかなと、まあ、中心通貨っていうか、まあそうですね、要するにいろんな通貨仮想通貨がそこのビットコインには変えられるってことですよ。そうですね。そこからなんかいろんなカードに注入とか、ね、いろいろできるわけですよ。だからそこに必要性、重要性があるわけですよね。そうなんです、はい、だから、まあ、ここでイーサリアムクラブとかなんとかコイン女子会でも
いいじゃないって言うんですけど、私別にそのコインを使用したくて、そのコインファンクラブを作りたいわけじゃないんで、まあ、これからの新通貨時代を生き残る術を、まず私は女子会という形で皆さんと一緒に情報をシェアしていきたいし、うん、まあ、できれば儲けてほしいなと。つまり藤枝さんは、はい、自分の経験を通じ、はい、まあ、金融とか投資を考えつつ、うん、その一般の人たちがこの経済不振の世の中をなんとか生き残る、豊かに生き残ることを、推奨したいと、そういうような、うん、すごくよくまとめていただくと、そう、そういう壮大な可能性は、うん、そこの新通貨時代はやっぱ担ってると思うんですよね、はい、それを可能性を見つけたので、こういう風な形でその推進したいとか、女子会を作りたいとかいう形になったわけですね。そうです、そうです、そうです、もう素晴らしいと思います。ありがとうございます。もう素晴らしいと思ってます。ただね、やっぱり使ってもらうのは私たちのチームだけじゃダメなんで、だから、まあ、女性っていうのは拡散力がありますし、子供を産んだら、お母さんビットコインって知ってるって、知らないわよっていうお家よりは知ってるわよと、ただねと、今財布の中にはないのよと、どういうものかっていうとねっていうところまで話ができるお母さんであったり、お姉さんであったり、おばあちゃんになってほしい、そういう気持ちで今活動始まりました。ああ、なるほどね。ビットコイン女子会の大村さんは今おっしゃった感じなんで、はい、さっきちょっと僕がちらっと触れた、はい、藤枝さんがそこにその自分の思い、注入した思いというか、その心根を少し話してもらえればいいかなと思うんですけど、はいはい、まず私が投資というところから話をしますと、私が得意としているのは FX、まあ、フォーリンエクスチェンジって、まあ、外国為替商取引ですね。お金を売って、うん、なぜかリザヤが生まれるって、うん、まあ、これはちょっと調べてもらったら、うん、面白いものなんですけれども、それでなんで勝てるようになったかっていうところを言うと、堂本が、まあ、これもまたいると言っちゃいるんですけれども、誰かに操作されてる感って言ったら、他のものに比べたら全然率がいいんですよね。宝くじであるとか、ボート、競輪、競馬とかって皆さんが知ってるいわゆるギャンブルとは違うし、で、株式のように、まあ、株式って愛情ですよね、まあ、その会社に対して自分が期待をして責任を一緒に被ろうよっていうもとで投資をするものですね。でも FX って全然関係ないんで、アメリカが嫌いだからってドルが下がるってことないんですよ。アメリカが下手こいたからってドルが下がることもないんですよ。逆にトランプさんがこれからアメリカ良くしてくれるって言ったからってドルが上がってるわけじゃなくって、何かに対して何かが下がってるっていうことが見つかった時に、まあ、FX は唯一、まあ、貧乏人が、私ですけど、何もない人がレバレッジって言って、倍率を、高い倍率をかけて実力以上のゲイン、ご褒美を得ることができると。で、ビットコインに関して、まあ、これから出てるクリプトカレンシーっていろいろあるんですけれども、もっとそれが具体的にできる、まあ、つまり自分たちの思うようにそれが早くやっておけば手に取るように分かるっていう気持ちでやってます。だから、まあ、毎月18日は大体飲み会なんですけれども、どっか遊び行ったりどっかで集まったりっていう活動をしてますし、まあ、私の方に質問してもらったり、まあ、いろんなセミナーとかもやってるんで、一緒に来てもらえれば、そこでチョイスするのはご自身ですよね。選択の自由はあります。別に絶対はないですね。ただ例えば自分でこういうことやってみたんだけどっていうのがあったら、ぜひね、一回そのクリプトカレンシーの世界、ビットコインからでもいいですし、今おっしゃられてるイーサリアムとか、みんながいいよとかこっちの方がいいよっていうのに、まあ、一つでもね、買って、で、一つって言いますけれども、今1ビットコインいくらだかって大体わかります？いや、わかんない、ね。まあ、大体1ビット70万円から80万円ぐらいかなっていうぐらいなんです。まあ、80になってないんですけど。だけど、1ビット買わなくてもいいんですよ。0.0 何ビットっていう単位でも買えるんで、7000円分
っていう形で自分のものにできるんで、うんうん、あとはそのウォレットっていうのが本当ガマ口には入れられないので、そのパスワードとか覚えなくちゃいけないよとかっていうのは私なりその先生とか先輩とかっていうのに聞きたいと思うんですけれども、とにかく持ってみないとね、7000が7万円になっちゃったってニュースに聞いて、あらだからああいうのやめた方がいいと、危ない、いや怖いですよ ね、うん、言う人もそれ一理あると思うんですけど、うん、はいはい、でも本当は7000円が7万円だったら嫌じゃないですよ。いやホクホクでしょ。ホクホクですよ。なんだ持っとけよかったよっていう話じゃないですか。まあ競馬だってね、まあ一発オーナーって感じですよね。ね、うん、で毎週毎週調べに調べて楽しいっていうのはいいかもしれないですけれども、実際には儲かってます？いや、僕はですよね、だって勝った瞬間にどう思うと勝つことになってる勝負に自分がそこに参加するよりも、自分が期待してるものがまだみんなが持ってなくてこれから欲しくなるだろうなっていうものをキャッチした方が上がる率は高いですよね。そうです。まあそれはね、本当に金持ちになると分かるし、喋る側こちら側になるといいニュースを教えてくれる方々がたくさんいるんで、まあそのうち半分以上っていうかほとんどが嘘だったりするんですけど、それはそれであるんですが、でもやっぱ早めのニュースが来るっていうのは値千金ですよね。まあそれの他に例えば半分嘘でも半分本当ですから。そうですよね、うんうん、その真偽を確かめる情報をまた取ればいいんですよね。そうですね、うん、それをやるにしてもやっぱり誰かが、まあ、ちょっとあなたがやって成功したらやるわよって言った時には7000円が7万円になってるんですよ。で7万円になってどうしましょうやりましょうかって言ったけど、誰も先のこと分かんないですよね。だからもう大丈夫だよ、もう絶対買えよ、今からでも大丈夫だよっていうことを言える人ってよっぽどすごい人なんじゃねえかなと思うんですけど、いや逆に言えばいい加減なことだと思います。そういう風にも受け取れますよね。だから結局は自己責任ではなければならないです。そうそうそう、人の言葉を信用してあんたが買えたから買えっていうのがダメですよね。そうですね、はい、まあ、それだとやっぱり得るものはお金だけになっちゃうんですよ、はいはい、だけど投資って学習なんで、自分で選択したものがちゃんと自分のところに友達連れて帰ってきてくれたっていうことは自分の自信にもつくし、自分のことを好きになるっていうか認めることもできるし、はいはい、周りも自分のことを嘘つき呼ばわりしなくなりますよね。そらそうですね、むしろちょっと無視できない存在になりますよね、はいはいはい、だから今まで虫けら扱いされた人がっていう話するんですけれども、うん、無視されない、もう本当に愛情の反対は無視らしくて、何も興味がない人ってスルーされちゃうらしいんですけど、やっぱりそういうのって寂しいじゃないですか、うん、だからまあ今回ビットコイン女子会ってあえて会までつけてるのは、まあ誰がね、そういうビットコインをテーマにして話してもいいんですけど、ビットコイン買いなさいよいいわよとかって言ってる人は何を根拠にっていうところを持ってないかもしれない、うん、だけど私は持ってる。で私たちの周りの人たちにはビットコインを持つことが目的じゃなくて、うん、そういう世界観をシェアして、で、まあ、できればその中で第一人者、ビットコインはクリプトカレンシーの第一人者なわけですね。だから、まあ、私たちもその中のナンバーワンになるって言っても、うんうん、一番強くなるのって難しいですけど、一番最初にやるのって結構ね、川越とかまあ、そういう地方都市というかそこら辺で一番最初にいっぱい持つっていうのは比較的簡単なような、たくさん持つのは大変ですよ、金持ちにはかなわないから、うん、だけど一番最初にビットコイン掴んでますとか、うん、まあ、ニュースは僕に聞いてくださいって、うん、一番川越で知ってますっていうことは、うん、そんなに難しくないなっていうのが今こう動き始めた根拠ですよね、うんうんうん、やっぱりそこでその先ほどもおっしゃってた博打みたいな、うん、ギャンブルみたいな、うん、例えば7000円が7万とか70万になるって言ったら本当に大儲けですよね。大儲けですよね。でそれってもうすごい博打性があるじゃないですか、うんうんうん、だけどただそのギャンブルと違う、それだけもっと根拠のあるその利益が出る
結構利益の出る方法だってことですよね。そうですね。だから、まあ、ギャンブルとして見る人もいらっしゃるでしょう、うん、で、まあ、私は投資投資って言ってますけど、うん、実はこれは新時代を迎える準備なんですよ、うん、そう思いますね。だから文化っていう、まあ、当たり前の状態を自分の中で早く体を慣れさせる、うんうん、あのゆでガエルになっちゃうよっていうのはありますけど、うんうん、逆もあるじゃないですか、うん、急に、ね、41度のお風呂に入ったら、うん、アジってなりますよね、うんうん、都内 の、うん、あの銭湯はなんか梅毒を殺すために41度か42度って言いますけど銭湯暑くないですか。あ、暑いです。暑いですよね、はい、だからあれもやっぱりシャワーでちょっと厚めのシャワーで体温めておくとか、まあ、しばらく使ってて気持ちよくなるみたいなところあるじゃないですか。だから逆もあると思うんですよね。茹でられちゃってその今の真面目にやってればコツコツやってればっていう、うん、まあ、これは私の中では労働集約型のビジネスって大体そうなってると思うんですけども、それでずっといけると思うなよっていうところがゆでがえるっていうところに関するアンチテーゼで、はい、で急にじゃあこっからね、うん、あの日本円やめますと、うん、あのドルになりますってこともないだろうけど、うん、ビットコインになりますってことはもっとない、うん、でもみんながビットコインの方が便利だなっていうふうに気づき始めてるから、うん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 、ビットコインの方でも取り扱いできますよっていうところは増えると思うんですよね、はいはい、でその時に、うん、まあ、T カードありますかとかってよく聞かれることありますけど、うん、持ってませんっていうとなんかそうした気分になりますよね、はい、そのうちビットコインカードありますかっていやあるかもしれない、まあ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 、それ誰か作るかもしれないけど意味がないと思うんであんまないと思うんですけど、ただビットコインなんだろう、ビットコインファンみたいな、うん、そういう団体が、うん、このマークのある人はとか、うん、そういう優遇処置みたいなのが作られるかもしれないですね。ビットコインを優遇する処置っていうのは、そうすると会社の方も結構今はあのまだ体制が整ってないですけど、税金とかも楽なはずなんですよ、うん、そうですよね、一元管理できるからウォレットで。あとちょっと話変わりますけど、はい、先ほどちょっと話題になりました、はい、ビットコインの、うん、その例えばその社会に対する悪評っていうか、うん、だけど藤枝さんの方は、うん、これは社会は新たに変わっていく前兆だ、うん、現れだってさっきおっしゃいましたよね、はいはい、経済構造のだんだん変化するための前兆みたいなところがあると、はい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 、僕もそれを感じてるんですけども、はい、というのはやっぱり今日本の政府とか金融庁なんかは逆方向向いてますよね、うんうんうん、ビットコインその他仮想通貨についてはほぼ抑え込んで日本円に換えられないようにするとか、うん、クレジットカードでそれで換えられるようなやつは全部抑え込んでダメにしちゃって、うんうんうん、もう換えられるようにしちゃうとか、うんうん、撤退させるとかそういう方向進んでますよね今ね。そうですね。だけど僕、まあ、外国なんか行って考えたんですけども、はい、やっぱりその一つのね、はい、あの決済の手段としては相当優れてるんで、はい、そうですよね、はい、やっぱりそれはこれからどうしても日本がやらなくても海外の方から絶対に流入してきたり決済の手段として使われたりするはずなんで、うん、それにあのそっぽ向いたり、はい、後ろ向きでいることは、できなくなってくる。そうです、そうです、思うんですよね。自分がね、うん、いやもう円でいいんだもんって言ったとしてもそれができなくなってくる時代。そうですね。それこそもう鎖国の時代から、ね、うん、変わった時代っていう感じですよね、うん、今ね、その経済構造の、まあ、例えば仮想通貨の鎖国だったのを今また日本は開国からまた鎖国になっちゃってますけど、やっぱり開国しないと、うん、あのまあもう今も日本経済ね低迷してますけどますます低迷するし、うん、なおかつその経済的な決済の手段がね時間がかかる、お金がかかる、でんじゃもう周りについていけなくなっちゃうわけですよね、うん、例えば中国とかそういうところはもう積極的にビットコインとか そ, う、ね、それから、はい、あの、ね、ウィーチャットマネーとかいろいろ使ってるわけですよ。そう、銀行に信用がない国ほどやっぱり早いですよね、そういうクリプトカレンシーの導入は、うん、で今 の, あの、まあ、お時間なんでちょっと私も一つだけ、うん、あのお伝えしておきたいのは、今の言葉の中で
まあビットコインが悪いとか、うん、なんかビットコインがなんかトラブルがあるっていうふうにビットコインがって書かれてたのは、うん、そんなことないんですよ。ビットコインは人格でもないし法人格でもないし、だから取引所でハッキングが行われましたとか、うん、っていうふうにちゃんと伝えられてるのが最近の新聞の文字面読んでいただくとそうなってるはずだし、だから皆さんは分かってると思うんですけれども、でもう一つ言うと、そのビットコインってその悪いものっていう人なのかな、だからそのハッカーっていう人がなんでわざわざリスクを犯して大変な勉強して頭いい人が取りに行くのかっていうと、価値があるっていうことの証明だってことなんですよね。でそれだけニュース性が高い、だから今どれだけみんなが注目してるかっていうところを、まあ、今香川さんが言ってくれた通りなんですけれども、無視できない時代、日本もいややめた方がいいんじゃないとか、それ他の、ね、経済界に決してメリットないんじゃないかなっていう既得権益を大事にしたい人とか、縁をたくさん持っていたい人たちにはちょっと怪訝な顔されるかもしれないんですけれども、まあ、実際にはもう皆さん使わなくちゃいけなくなる時代が目と鼻の先にありますよね。そうですね、はい、ビットコインじゃないかもしれない、おっしゃる通り、うん、まあ、少なくとも仮想通貨という括りはもうどうしても、うん、もう目と鼻の先にもうそういう時代が来るっていうことは予測されますよ ね、 そうですね、はい、だってドコモがね、うん、携帯では小さくしたっていうのもまあすごいことですけれども、パスモとかね、東京都内首都圏だったらパスモ、ああいうのもみんな普通に IC チャージで使ってるじゃないですか。あれもまあ仮想通貨じゃないけども、まあ、仮想通貨じゃないけれどもそんなやっぱり決済手段としては革新的で、はい、ほとんど財布を使わない生活っていうのも今は、まあ、首都圏だったら可能、駅から近ければね。でそれを次にもう本当に暗号でインターネットで何億っていうところまでが送金できる、それも瞬間的に、瞬間的にね、はい、これすごい画期的なことだ。だから悪用されることを心配するのは既得権益、まあ、税金が取りっぱぐれる商屋さんとか、殿様がお考えになることで、我々しもじもは、まあ、我が暮らし楽ならずって言ってないで、自分が選択の中で最高のものを使って生活を少しでも楽に楽しく良くしようという努力をしてほしいですよね。だからそれが藤枝さんがビットコイン女子会なり、そういうビットコインについて情報を流したり、はい、レコメンドする、はい、ゆえんなわけです。そうですそうです、それでここに出てきて、そうなんです、ありがとうございます、はい、いや、まあ、じゃあ今日は香川亮の今を生きる、この辺で終わりたいと思います。じゃあどうもありがとうございました。ありがとうございます。藤枝貞治さんでした。大好きな人に会いたくて切ない夜